で、ここ開けてみると。はい、ゾンビ。はい、撃ちすぎ。うん。はい。コンソメパンチのパンチとは。で、有名な系です。はい。皆さんお久しぶりです。はい。いかがお過ごしでしょうか。皆さんゲーム楽しんでますでしょうか。今日はね、僕のゲームプレイ、下手くそなゲームプレイではなくて、まだ発売してないね、新作のゲームのお知らせでございます。で、なぜ顔を出してるのかは分かんない。そんなことはどうでもいい。はい。僕個人的にめちゃくちゃ期待してるゲームでございまして、こちら。まずタイトルから、こちら、Day Before というゲームでございます。で、どんなゲームかといったら、簡単に言うと、ゲームのね、似てるゲーム挙げていくと、ディビジョンとタルコフとラスト・オブ・アスプラスゾンビみたいな。僕もね、ちょっと前にゾンビパニックが起きたらみたいな動画出したんですけども、それが多分このゲームなんだよね。うん、このゲームになると思うの。あの動画、僕のゾンビパニックになったらどうなるかっていうやつの動画の続きのがゲームになったのがこちら。うるさいね、ごめんね。ということでね、こうやって喋っててもしょうがないんで、始まると思うんで、デビューフォア。はい、一緒に見ていきましょう。解説もね、しながらね。詳しくないけどね。はい、始まります。はい。でね、タルコフとか、ディビジョンとか、で、多分っていうか、タルコフはなかったんだけど、車って要素がまずあるっていうね、ゾンビゲーム。ゾンビといったら、車で移動するみたいな、あると思うんですよ。僕もあの動画で言ったと思うんですけども、まずここでもう分かるのが、車で移動できるっていうのがまずでかい。あと車の挙動がクソリアルで、この泥の跳ねてる感じとか、あとこのまあ水辺、めちゃくちゃ綺麗ですね。こういうね、トレーラーだと思うから、最高のスペックな、パソコンでやってると思うんだけども、これ Steam 版なので、まだプレステとかで発売はまだ未決定らしいです。解説すると、知ってるところだけね、僕がね。オープンワールドで、ゾンビがコンピューターで、普通のプレイヤー、人間が普通に操作、僕たちが操作する人間ね。なので、人間対人間対ゾンビみたいなね。本当にゾンビパニックが起きちゃったら、そう、世界っていうか、滅亡っていうかね、終末を迎えてしまった後のゲームだと思うんで。で、物資をこう集めながら、で、今多分ね、気づかなかったと思うけど、今、左前と後ろのタイヤがね、今パンクしたと思うんですよ。パンクもする。ちょっと斜めってるもんね、今ね。車が。パンクもすると。はい。と、こうやっていろんなところ、ゾンビのゲーム、映画といったらガソリンスタンドだよね。ガソリンスタンドに行って物資を集めに行くと、はい。仲間もいてね。で、多分これ一緒にプレイしてる友達だと思います。コンピューターじゃなくて。人間はね、プレイヤーだと思うんで。で、ここ開けてみると、はい、ゾンビ。はい、撃ちすぎ。うん。打ちすぎですね。でね、これマジでこの銃の音も結構リアルなのと、銃から出てる炎、火薬でね、発砲するからね、火がちょっとポンって出るんですけども、その描写がすげえリアルですね。光の描写がめちゃくちゃ綺麗。なんか、ゾンビに恨みでもあんのかね。すげえ撃つね、この人ね。全然ゲームの解説してねえな。そう、まだね、僕もそんな調べてないから分かんないんですけど、おそらく、安全な場所、ディビジョンみたいに安全な場所みたいなところがあって、で、そこに、そこでなんかお店とかで、
なんかアイテムと交換したり、お金と物を交換したりとか、で、武器とかね、食べ物とかを交換できる場所があるんだと思います。で、こうやって、あさってね、はい。今、コカ・コーラみたいな手に入りましたね。ああ、このライトもいいですね。で、電源をつけたと。はいはいはい。で、多分本当、タルコフとかと同じように、PUBG とかね、同じように、こうやって物資を漁って、この左下に、多分電気のマーク、多分あれがエネルギーで、右の、水たまりみたいな水の模様のやつね、あれが喉の渇きゲージだと思うんだよね。で、一番左がなんか、雪印みたいなね、雪のマークになってると思うから、多分寒いところがあるのかもね。寒すぎると何かしらのダメージを受けるとか、そういうのがあるんだと思う。で、多分ね、そう、ここ。車も多分壊れるから、こうやって、多分パーツを使って直すんだろうね。多分パンク直してるね。なんか、めちゃくちゃリアルすぎるとさ、難しいじゃん。難しすぎるみたいな。で、実際タルコフも、リアルすぎて、挙動っていうかね、リアクションとかがリアルすぎて難しい。まあ、そこが楽しいんだけども、ただ、このゲームはね、まだわからないけど、まあ、リアルなとこはリアルで追求してるけど、やりやすいところはちゃんとやりやすいと思うんだよね。そのマガジンのシステム、銃のマガジンのシステムとかちょっとまだわからないんだけど、あとここね、すごい、すげえのが、まず、ここの橋を車で通るっていう勇気がすげえ。っていうのと、グラフィックね。本当に、木からさ、差し込んでくる光の感じとか、すげえリアルですね。ああ、これちゃんとね、偵察してんだろうね。で、多分家に行って、また物資を奪いに行くんだと思います。あ、で、これちゃんとガソリンがありますね。右下のゲージ。ガソリンがありますね。なので、ガソリンも探しつつ、だからこれマジなやつだと思う。語彙力のなさ。マジなゲームだと思います。映画で言うと、バイオハザード3とかさ。あれももう、世界がもう終わって、砂漠化しちゃってるところでさ、ガソリンとか物資を探しながら、旅をし続けて、みたいな感じだと思うし、ここら辺もすごいリアルだね。本当になんか映画の世界に入り込んだような、世界観。なんか非現実的なさ、建物とかも今んとこは現れてないし、多分ここ牧場っていうかね、そういう感じの場所で、で、そこの家に多分今襲撃というかね、物資を取りに行くところだと思うんですよ。で、驚いたのが、こういう MMO のゲームって、スタッシュ、開けられるもの、箱とかね、限られてると思うんですけど、こういう形の、箱からしか
取れないとかね、結構形が限られてると思うんですけど、結構いろんなこの形の箱から手に入れることができるんだなと思って、漁る場所いっぱいあるなって。あとここね、多分倉庫みたいなの開けるためにパスワードを押してるんだと思うんだけど、そう、ヒントはあるけどね、何百通りもあるからね、それは間違えるわ。で、最初にこうちょっとおっぱい狙うっていうね、ちょっといいね。で、音鳴っちゃってるから多分音に反応するんだろうね、ゾンビ。音にも反応するしみたいな。そうだね、一回逃げた方がいいね。やっぱね、打ちすぎだな。あー、うまい。多分ヘッドショット、多分ダメージ高いんだろうね。まあ、一発じゃないかもしんないけど、多分二発とか、今、喉元入って一発だったもんね。あ、いいね。うまいね。あー、うまい。頭結構、ほんと数発で殺せるっぽいね。はいはいはい、ちゃんとあたり警戒してるね。もしかしたら人間がいるかもしんないってことだと思う。まあいたけど、まあマネキンでしたね。はい、こうやってクローゼットも漁れるみたいなんで、何も入ってなかったね。いや、これマジ面白そうだな、このゲームやりてえな今すぐ。カミングスーンって書いてあるんですよ。今4月28日現在。カミングスーンって書いてあるから、なんか他の人の YouTube、YouTuber の人ね、情報によると、6月までには発売したいみたいな言ってるらしいです。あ、多分あれ警察というか普通に緊急車両に乗ったプレイヤーだと思う。警察が見に来たとかじゃなく、警察もいるのかな。多分プレイヤーだと思うんだよね、あれ。あ、で、ここに隠れると。そう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 。で、逃げると。で、この暗いところ入ってどこにつながるんだろうかと。シェルターかな？ってところで、今回のね、プレイ動画が終わります。ってことでね、一緒に見てきましたが、はい、めちゃくちゃ個人的にもう本当このゲームを待ってたっていうゲームなんですよ、僕の中で。Days Goneだと、Days Goneの要素もあると思うんですけど、 Days Goneだとちょっとシューティング要素が少ないなとか、ラストオブアスだとストーリー重視、まあそれもいいんだけど、ストーリー重視すぎてなんかこうアクションの方がとか、あとディビジョンだとちょっと敵のアーマー硬すぎるとか、あと個人的にディビジョンが、銃弾撃つんだけど、その撃った銃弾がすごい見えすぎるんだよね。トレーサー弾みたいな感じで見えすぎるんだよ。だからこうちょっとリアリティに欠けるなって思って、で、本当に、ディビジョン、ラストオブアス、まあ、デイズ・ゴーンと、まあ、タルコフ、プラス、まあ、そのね、まあ、デイズ・ゴーンにもあるけど、ゾンビの要素が入ってるゲームが、このね、デイ・ビフォアというゲームでございます。で、まだ発売日は未定らしいんですけども、個人的にこのゲームはめちゃくちゃ、やばいと思います。久しぶりに僕結構興奮して、こんなね、ただ僕が見て解説するって動画、解説もできてないんだけどね。で、動画を作っちゃうくらいなんで、このゲーム、かなり期待が持てるゲームだと思っております。なのでね、発売した際には僕絶対これやりたいので、プレイ動画というかね、実況動画出していきたいなと思っている所存でございます。はい。最後まとめると、
デイズゴーン、ディビジョン、ラストオブアス、タルコフプラスゾンビみたいなが合わさったゲームがいいとこ取りねのいいとこを取ったゲームが多分このデイビフォアだと思っております。で今んとこ分かってるのが、僕の中でねこうタルコフとか PUBG みたいな感じに、オープンワールドで物資を集めながらいろんなところに行って、装備を充実させながらその中でプレイヤーと戦ったりとか人間ねプレイヤーと戦ったりとかゾンビから逃げる戦うとかを選択しながら物資を集めて、生きていくゲームだと思っております。でまだねタスクそのミッションとかがあるかどうかちょっとまだわからないんですけどもあのもうそれ抜きにしてももうこんだけ綺麗なグラフィックでここまでのゲームができると本当になんだろうこういうゲーム待ってたって人多いと思うんですよ。なのでこのゲームは期待していいんじゃないかなと個人的に思うのでこの動画にしました。はい、ということでね、まあ需要がこの動画にあるかわからんが僕がねめちゃくちゃテンション上がったので作っちゃったよっていう動画でしたはいって感じでね、またこれ発売なんか情報があったらまた多分動画出すかもしれないんですけどもまたよかったらねよかったら最後まあ最後まで見てくれてる人あんまいないと思うけどこの動画ねゾンビパニックが起きたらみたいな動画を作ってあるのでよかったら見てってください。僕のチャンネルね K in the K in the life と申しますの K です。はいって感じで、今回の動画を終わろうと思います。はい、ご視聴ありがとうございました。 K でした。はい。